前。冬だよ、冬。こんばんは、ロビーランチへようこそ。ロビーです。わかんない。さて、今回泊まる宿はこちら。もうタロス、もうちょっとこちら。はい、シタンでございます。シタン、知ってる？知ってる。なんで知ってんの？なんで知ってるの？なんで知ってるの？有名じゃない？有名ですね。確かに有名ですね。泊まったことはありますか？はい。代わりにロビーが泊まってきます。ということで、シタンなんですけども、これ運営がゲストハウスヌイと一緒のところですね。ヌイ系列って、私たちはよく呼ぶんですが、呼ばない？呼ばない。さっき言ったじゃん。ヌイ系列。ヌイ系列。ヌイのところでしょみたいな言ったじゃん。うん、そうそう、ゲストハウスはね、まあ数は最近は増えてるんですけども、言うてもまあ数えられるくらい。まあでもそんなゲストハウス業界の中でも有名なのがゲストハウスヌイなので、まあいつかは行ってみたいと思うんですけども、で今泊まろうかな、いや近いからね、ゲストハウスリトルジャパンから結構もう歩いて15分ぐらいのところにあるんで。行きたいなとは思うんですけども、一つ行けない理由がありまして、何だと思います？ヒントください。ヒント。正解はクレジットカードが使えない。あ、ということで今日はその系列シタンに行ってきます。シタンってどんなイメージですか？おしゃれ。おしゃれ。他には？他にはおしゃれ。おしゃれ。そして今回泊まるお部屋は5階のお部屋になります。ドミトリールームですね。では行っていきましょう。廊下がこんな感じになってますね。5階の部屋、この椅子さ、なんか学校のさ、図工室であったよね。図工室とか美術室のさ、美術室。それではね、シタンのルームツアーじゃなくてシタンツアー行ってきましょう。ラウンジとかね、カフェのやつ紹介してみます。こちらが共有スペースになってますね。うん、なかなかおしゃれですよね。やっぱこのソファーがいいよね。なんかあとクッションがあってさ、まあ寝転がれるけど人がいるだけでちょっと恥ずかしいけど、まあここは24時間利用できるみたいなんですけど、1階、地下1階にもこうカフェ、バー、ラウンジがあって、そこもね、あの作業スペースとして利用できるみたいなんですね。ただ結構ね、ロビーが行った時は人がいて混んでて、うん、平日なのにやっぱ人気だなっていう印象です。夜はね、こうバーラウンジ、地下1階のバーラウンジの方は閉まってたんで、もう
電気も消えてて使えないみたいだったんですけど、ここはねいつでも使えるみたいになって、徹夜してね作業したり、朝早く起きて作業するにはいい場所だと思います。さて、シタンホステル、いかがだったでしょうか。受付がね、8時からオープンなので、こう朝は閉まってるんですけども、ここはね、あの宿泊者以外の方も立ち寄れるスペースになってます。で、地下1階とかは結構ね、水木金だったかな、なんか DJ の方が来たり、音楽のフェスティバルやったり、いろいろね、いろんなイベントがねやってるみたいなので、ぜひもし立ち寄る機会があったら行ってみてはいかがでしょうか。あと、ここのコーヒースタンドも結構有名で美味しいらしいんですけど、ロビアは今回飲めなかったんですけど、ぜひ機会があればっていう感じです。それではここまでご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それではまた。ちなみにシタンの名前の由来ご存知ですか？シタン、まあ名前が結構特徴的、独特な感じもしますけど、シタンは漢字でこう書きます。始まるに恥、人や物が自然と集まり、訪れた人が何か新しいものに出会う始まりの場所でありたいという願いが込められています。キャッチコピーが、さまざまなものが集い新たな物語の生まれる場所にということで、早速見てみたいと思います。それ高低くない？高いでしょ